ラゾーナ川崎ラゾーナ川崎プラザラゾーナ川崎プラザソルラゾーナ川崎プラザソルは神奈川県川崎市幸区にあるラゾーナ川崎プラザ5階に併設された多目的ホールである JR 川崎駅西口直結のショッピングモールラゾーナ川崎プラザの5階に設置されているホール内の大きさは幅12.4メートル奥行き14.5メートル 可動式の客席ひなだも用し、演劇、ダンス、コンサート公演のほかに、パーティー、商品説明会、会議等でも利用されている。2012年7月から現在まで、毎月第3火曜日に、ラゾーナヨセを、公益財団法人川崎市文化財団が主催している。初音や左端、桂米太郎が世話人を務める。両名が毎月交互に出演し、 縁あるゲストが出演するという形式で上演されている。また終演後には演者と来場客の交換の場として交流会も行われている。もともとは昭和61年に今は閉店した川崎の老舗喫茶コミヤコーヒーで始まった地域寄せ、カウフィー寄せに由来する。平成6年より川崎グランドホテルで格別開催されていたが会場である。 川崎グランドホテルの閉店に伴い、平成24年にカフィー寄せが終了。26年間という長い期間、地域に根強い人気があった。企画終了に伴い2012年6月より、公益財団法人川崎市文化財団へと引き継がれ、現在のラゾーナ寄せとなる。また、同時に川崎アートセンター、アルテリオ、小劇場にて、 新百合寄せとしても引き継がれている。世話人は同じく、初音や左橋と、桂米太郎が務める。2021年2月に、ラゾーナ寄せ公演回数は100回を迎えた。2006年10月開館以降、毎年開催される周年記念事業。演目は、コンサートや演劇公演等が開催されている。ありがとうございます。